はい、こんにちは。今日はですね、ラナンキュラスラックス紹介していきたいと思います。夏越しが簡単、その鉢を開けるためとかに一旦球根を掘り上げてしまって、こう球根だけを保存しておいて乾燥させて取っとくっていうことも可能なので、本当に万能なお花。今一番人気のあるラナンキュラスって言ってもね、いいんじゃないかと思います。ということでですね、実際に去年植えたラナンキュラスあるんですね。球根を掘り上げて10月頃に植え付けました。植え付けたものが3株あるので、その今の様子どうなってるか、それとですね、今シーズン買ったラナンキュラス、一般的なラナンキュラス、はい、こちらの方をちょっと紹介していきたいと思います。行ってみましょう。どうぞ。はい、ということで近くで見ていきましょう。こちらがね、普通のというかね、バラのようなラナンキュラスなんですけども、同じラナンキュラスラックスと同じメーカーさん、アヤ園芸さんから出てると思います。アヤリッチ、はい、一般的なラナンキュラス、夏を越すのがとっても難しいんですね。僕も去年失敗しました。はい、ですけども、こちらラックスっていう品種が、まあ、ここ数年すごく人気で、たくさんお店で見かけることがあります。はい、僕自身も去年まで知らなかったんですよ。ただ猫ひげガーデンさん、絶対見てねでおなじみの猫ひげガーデンさんにラックスっていう品種を教えてもらって、まあ、その直後お店で見つけることができたので、はい、それで知って買うことになりました。作り的にはね、ちょっと高さが出るんじゃないかな。一般的なラナンキュラスってね、ここまで大きくなるものあるかもしれませんけども、園芸で育てるよ、ガーデニング用だとなかなかこの背の高いタイプはね、見たことがないですね。はい、ということでですね、夏越しがね、本当に簡単で、植木鉢に植えっぱなし、そのまま放っておいても結構ね、夏越しされてますね、皆さんね。はい、実際僕の場合は球根を掘り起こしてあげて、7月頃に球根を掘り起こして、まあ梅雨の間ね、ちょっとジメジメしちゃって腐っちゃうといけないので、一旦球根を掘り上げて8月、9月、10月ぐらいまでね、球根をこう乾燥させて吊るしておいたんですね。そこから植え込んで、今どうなってるかこちらになります。10月何日かな、10月の上旬か中旬ぐらいに球根を植え付けて、だん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 新芽が出てきて、こんなに大きくなりましたね。鉢植えでもね、同じように大きくなるようです。はい、まさかね、結構間を空けて植えたんですけども、こんなにモリモリになってしまって、多分自然開花の場合ですと開花時期が、まあ、3月ぐらいになっちゃうらしいんですよね、どうやらね。お花屋さんで売られているラックスは、先ほどお見せしたものもそうなんですけども、ハウスで管理されているので、開花を早めてね、販売されるんですね。ですけども、自力で出てきたこのラックス、販売されている苗よりはずっと時間がかかると思います。グレーシス、こちらかな、白のお花が咲きますね。それとちょっと見てみましょうかね、赤系のお花もあったはずなんですね。あったあったあった、こちらはハデスっていう品種ですね。ラナンキュラスのラックスはね、もう本当に花色が豊富で、何十色ってあると思うんですね。まだまだお店に出回ってないと思うんですけども、これから、今日が1月の何日、18日かそこらなので、だいたいね、あと2月中旬ぐらいまでにかけてどん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 出回ってくると思います。こちらのお花はね、ジョイフルホンダっていうホームセンターで買ったんですけども、去年はカインズホームさんでも見つけました。あとね、どこだったかな、あ、こちらだ、フラワーオブザイヤー2012から2013、ピンクのお花ですね、アリアドネ。はい、なのでこれカインズホームさんで去年見つけたのがこれかな。お値段的にはジョイフルホンダさんの大きい株だとね、税別で2980円とかちょっと高いんですよね、ポットが大きいから。でカインズさんで買った株は一回りか二回り小さいポットに入ってて、1280円か1480円ぐらいで買えました。なので、あの、結構ね、気長に待っているといろいろなお店で見かけることができるんじゃないかなと思いますね。まだまだ本格的な販売はこれからになると思います。うん、他のお花も綺麗だけど、
はい、ということでですね、このラックスなんですけども、地植えで植えっぱなしでも翌年新芽が出てきて成長してくれる。鉢植えの方がどちらかといえば安心かな。できればこう梅雨時期とかは毎日雨が降るようだと万が一腐ってしまう、球根が溶けてしまうっていう可能性があるので、軒下とかに移動させてあげて、水は切らし気味で土の表面がある程度ね、しっかり乾いたタイミングでお水を与えるっていうことを繰り返すことで、翌年もしっかりとね、新しい新芽が出てきてより大きく育ってくれると思います。はい、鉢植えで心配な方、または鉢をね、他のお花に使いたいから鉢を一旦開けたいんですよっていう方は、球根を掘り上げてしまって乾燥させて、みかんの入っているネットとかでこう入れてあげてね、風通しのいい場所に吊るしておいてあげるだけで、簡単に心配することなく夏越しをすることでも、簡単に心配することなく夏越しをさせることもできます。はい、球根を掘り上げた場合は10月、9月の下旬から10月の上旬ぐらいに植木鉢とか地に地植えしてあげるとね、球根を埋めてあげると2週間とか3週間すると新芽が出てきますので、はい、いろいろな楽しみ方ができると思います。一度買ってしまえばね、とっても丈夫、育てやすい。霜の降りない地域だったらいいんですけども、霜が降りちゃうとやっぱりお花が傷んじゃったり葉っぱが傷んじゃったりっていうすることがあるんですね。はい、なのでまあどうかな、鉢植えの方がね、移動ができる分安心安全に育てられるかなとは思います。はい、植え付けに関してはね、こちら地植えをしたいと思っているので、まあどうでしょうね、古い葉っぱ出てますので黄色くなった葉っぱは取ってあげる。で、培養土はね、そんなにこう特に選ばないというか、普段僕が使ってる培養土ですね、市販の培養土に赤玉土を2割から3割入れて、マガンプケ適量パラパラパラって混ぜてあげるような土で植え付けてあげる。植え付けた後は土の表面が乾燥したら、土の表面がある程度乾いたなって言ったらお水やりをしてあげる。毎日お水を与えるとなかなかお花が成長しなくなっちゃったり弱っちゃったりするので、あくまでもね、水やりはどのくらいのタイミングでやるかって言ったら土の表面が乾いたら与えるんですね。何日に1回とか決めちゃうと、その雨が降ったりとか晴れた日曇った日っていうのがあるので、こうなかなかね、何日に1回ですよっていうのは決められないんですね。はい、なのでまあお花をね、育て始めた方ってどのくらいの水やりをしたらいいのかなってわからないと思うんですけども、少しずつ慣れてってください。土の表面が乾いたら与えます。はい、なんていう動画、2月とか3月ぐらいかな、春ぐらいにまたね、お水やりの動画出していきたいと思います。はい、ということでですね、まあ、せっかくなので見てみますか、根っこの方ね。はい、球根の植物なんですよ、ラナンキュラスって。なので球根が育ってって株が大きくなるっていう、1年目より2年目ですよ。1年目って、あ、ごめんなさいね、ちょっと話飛ぶんですけども、1年目はこの農家さんが育てたものをホームセンターや園芸店に行く。そこからさらに自分たちのお家に来ますよね。お花にとっては環境が目まぐるしく変化するのでね、本来の姿を楽しめないんですよ。ただ2年目っていうのは自分の環境に合った、自分の住んでる地域に合った葉っぱを展開してくれる、自分の育てている土に合った根っこを出してくれてしっかり育ってくれるので、宿根草とか多年草ってやっぱり1年目より2年目、2年目より3年目ってぐん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 大きくなりますので、1年目あまり綺麗に咲かなかったよっていうことがあったとしても心配しないでください。もう一回ちょっと地植え見せますんでね、がっちりしてますんで。こんな感じでいい感じですね。ラナンキュラスにあまりこう土をほぐさないで植えてあげるので、こう土の表面ね、肩の部分っていうんですけども、まあどのお花でも基本的にはそうなんですけど、この肩の部分の土を落としてあげて、根はね、そんなに回ってなければ崩さないで、そのままスポンって植えてあげればいいと思います。はい、ちょっとこれ後で植え付けますね。ちょっとこのラナンキュラス高さがあるので、植木鉢でやる場合はちょっと注意が必要です。こういったね、縦長のタイプというのかな、下が細くなってる植木鉢に植えてしまうと、ほら高さがあるのでね、強い風の時にね、鉢ごと倒れちゃうんですよ、コテって。なのでどうかな、できればね、植木鉢は少し高さの低いものか、下が平らな面積が
多いものを選ぶといいと思います。なのでね、こういった鉢、こういった鉢はもう倒れにくいですよね、高さがない分ね。で、底面積が広い分倒れにくいかな。あとはね、素焼きの鉢、あとはね、陶器鉢を使ったりすると鉢自体重たいから倒れにくいかなって感じました。はい、地面がある方、地植えできる方はね、地植えが一番最適かななんて思いますけども、6号鉢とかにね、プラスチックの6号鉢に植えちゃうと倒れちゃうんですよね、風の時に。なのでその辺の注意が必要かなと思います。これほら、一回り二回り大きい植木鉢に植え替えることになるんですけどもね、例えば6号鉢に植え替えますってなると上が大きい分ね、倒れちゃう、はい、っていうことがあってね、去年ちょっと苦労したので、重さのある植木鉢か、いやいや高さのない植木鉢の方が安定していいかなと思います。はい、そんなところかな。で、先ほどお話しした1年目のお花、農家さんが育てます、園芸店に行きます、自分のお家に来ますっていう変化が目まぐるしいので、なんていうのかな、成長はするしお花も楽しめるんですけども、僕が思うに本来のこう強さ、生き生きした感じっていうのを引き出しにくいと思うんですね。なので2年目の株、先ほどもお見せしたんですけども、ちょっといきますよ。まあ葉っぱの大きさは品種によっても違ったりもするんですけども、こうなんていうのかな、しっかりとした自分の地域に合ったお花、葉っぱが出てくれるんですね。わかるかな？わかりにくいかもしれないけど、これはね、何年か育てていると必ずわかるんですけども、ほら、1年間じっくり自分の地域に順応してくれて、自分の植えた土にこう根を下ろすわけですよね。そうするとそこから出てきた葉っぱっていうのはもう環境に合った、あれ、環境に合った葉っぱが出てきますので、こんな感じで、ちょっと分かりにくいんですけども、はい、株元からも元気な葉っぱがどんどん出てきてくれますね。うん、ということで、はい、ハウスで栽培されて暖かいところでほら開花させてから販売されてくるんですね、農家さんって。で、自分の地域の状態はまあこんな感じです。暖かいと言われているうちの地域でも今は全然お花が咲く気配がないので、いつですかね、開花が3月の中旬から下旬になるかもしれないですね。まだ2ヶ月ぐらい先の開花になるかもしれませんけども、開花したら開花したでお知らせします。はい、1年分も十分綺麗だけど、2年目の株、かじゃない、はい、このね、がっちりしてて丈夫な生き生きとした葉っぱが出てきますので、本当にね、2年目以降の方が絶対楽しみなので、それだけは覚えておくといいと思います。今年はね、なんかすごい寒いから何度も霜が当たってるんですよね。なのでちょっと痛み気味、ラックス、まあ、寒さに強いんでね、ラナンキュラスね。なので、まあまあ、まあ、元気といえば元気ですけどもね、若干傷んでる部分があるかな。はい、ただ本格的なシーズンまだまだこれからなのでね、春なので、はい、ゆっくりじっくりいきましょう。まだまだこんなに葉っぱが大きくなってないよ、去年買った方でね、いると思いますけども、はい、お花は春が本番なので、今のうちにじっくりこう根を伸ばして葉っぱを出して環境に慣れる、環境に慣れた後に春に満開のお花が楽しめると思います。はい、どれだけ咲いてくれるか本当に楽しみですね、2年目のラックス。ここあ、他のお花も綺麗だからちょっと咲いてないラックス目立たないね。はい、そんな感じでやっていければな、またお見せしたいと思います、開花したら。はい、っていう感じで、なかなかね、こう夏の暑さにも強い綺麗なお花、ラッ
来年以降が楽しみ。2年目3年目とどん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 大きくなって、どん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 立派な株になってくると思います。はい、僕自体ほら初めてなんですよね。去年買ったので2年目のお花を見るのは初めてなので、まあどうなってくれるのかなって。はい、せっかくなのでラナンキュラス植えましょうか。喋って動いてなんてやってるとちょっと暑くなりますね。気温的には何度だろう、8度ぐらいなんですけどもね。はい、そんな感じで、あの培養土はいつもこう大体何植えるのもそうなんですけども、市販の培養土そのまま使ってもいいんですけども、赤玉土の小粒を2割から3割ぐらい入れてます。水はけが良くなってとっても育ち方が良くなりますね。全然違いますね、そのまま使うのと。はい、なので、まあ、安い培養土であればあるほど赤玉土をこう入れてあげた方が本当に育ちやすくなるかなって思います。はい、まあ何を隠そう、安すぎる培養土を使ってしまうとどうしても育ちが悪くなってしまうのでね、ちょっと一番安い培養土よりは少しだけね、もう一段階高いぐらいの培養土を使ってあげるといいと思います。高さを合わせて。去年もラナンキュラスの育て方の動画を出しているので、大まかな育て方っていうのはそちらを見ていただければいいかなと思いますけども、まあざっと説明しながらやっていきましょうか。ほら葉っぱがないね。古い葉っぱ当然取ります。どうせ枯れてしまいます。古い葉っぱを取ってどうかな。ちょっとね、葉っぱ取りすぎちゃうと寂しくなっちゃうのと、調子に乗って全部葉っぱを取っちゃうと光合成できなくなっちゃうので、黄色くなった傷んでるなーっていう葉っぱだけ取ってあげましょうね。でこのラックスの時でもお伝えした肩の部分ね、ここの上の部分の土を落としてあげる。ちょっと見えないかもしれませんけど、これはどんなお花を植える時でも基本的にはこうですね。肩の部分の土は落としてあげる。汚れがついてたりしますのでね、苔が生えてたりとかね。根鉢は崩してもいいんですけども、崩さないでも大丈夫なのでね、始めたばかりの方とか特に根っこほぐすの怖いよって方がいると思うので、今回崩さずに植えちゃいましょう。はい、特に崩さなくても問題はないですね。大きく崩してしまうと、あのつぼみがたくさん今上がってますよね。ラナンキュラスはね、ものすごいお花をたくさん咲かしてくれるんですね。これからもう春にかけてね、3月ぐらいになると一気に動き出してたくさんのお花あげてくれますので、はい、で今回もこの控えてるつぼみがあったりすると、根を崩しすぎちゃうと成長やめてね、お花落ちちゃったりとか、そのまま咲かなかったりっていうことがあるので、崩しすぎ根の触りすぎは注意かなっていう。傷んだ葉っぱ、黄色い葉っぱ取ってあげます。傷んだ葉っぱ黄色くなった葉っぱは全部取ってあげましょう。どうせ枯れてなくなってしまいます。ちょっとくたーってしますね。水切れ気味かなっていうね。はい、ある程度葉っぱの整理をしたら植え込みましょう。肩の部分の土だけは落としましょう。軽く落とせばほぐれます。はい、今回あとはほぐさないにしましょう。あれ、さっきお伝えしたかどうか忘れちゃったんですけども、この品種アヤリッチもラックスと同じ生産者さんアヤ園芸さん、宮崎のアヤ園芸さんだと思うんですよね、確かね。はい、そんな感じで、そのアヤ園芸さんってラナンキュラスがすごく有名な生産者さんみたいで、なんですよね、みたいですよ。なんか僕もね、何でも知ってるように見えて、見えてるか分かんないんですけども、意外とこう動画出す時って自分の知ってる、まあもともとこう育ててるからある程度のことは知ってるんですけども、変なことをお伝えしたらいけないかなと思いつつ、一応ね調べながら動画を作るようにはしてるんですね。間違いをお伝えしちゃいけないよっていうことで。やばいでしょ、間違いをお伝えしちゃったら。
なおかつ、もう何のかな、基本的なことはお伝えしつつね、適当大切っていうことも忘れずに、まあ、100点目指すことはないんですよ、お花を育てるのに。80点目指せればいいよっていうね。はい、こんな感じで。0点、0点から80点にすること、50点から80点にすること。80点の育て方を目指すのは簡単。ただ80点から100点目指すって、その残りの 20% ってね、めちゃめちゃ手間かかるし大変なんですよ。なので何もね、100点目指さなきゃいけないよってことじゃなくてね、楽しむこと大切。お花はみんな綺麗っていうことで、我々はね、一般人はお花を楽しむことをね、目的に育てるので、農家さんと違ってね、どこかに出荷するわけじゃないので、もう頑張って100点を目指す必要ないんですよ。はい、なので適当大切って言いながら、80点あたりを目指すような育て方、お伝えし続けられたらなと思います。土が足らない場合は、はい、だいたい高さ合わせます。でですね、1月2月は害虫少ないからいいんですけども、3月になると害虫が出てくるんで、オルトラン、これね、土に混ぜてあげるんですよ、植え込むときにね。今日はまあ1月のまだ18日だからオルトラン使いませんけども、2月の下旬ぐらいになったら土の表面にパラパラ撒いてあげるんですよ。そうするとそれが染み込んで、植物が根っこから吸って、アブラムシとかハダニとかの予防になりますので、はい、春すごく害虫出てくるので、その前に予防的に2月の下旬ぐらいからオルトランを表面に撒いてあげるといいと思います。いいと思います。噛んだけどね。さあ、今回これ植えてるのが、まあ1株であれば5号鉢か6号鉢ぐらいでいいと思います。3株植えてるので8号鉢。ぐんぐん大きくなるわけでもないんですよ。葉っぱがわさわさ茂って、もう2倍にも3倍にも大きくなるっていうタイプじゃないんですね。ラナンキュラス、アネモネとかもそうなんですけども。ただただお花はすごく咲かせてくれますね。はい。ということで、8号鉢ね。葉っぱはもり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 ぐんぐん育って2倍3倍になるわけでもないので、8号鉢ぐらいでいいと思います。3株なら。土の量はこのポットにあった土の高さね、ポットにあった土の高さとだいたい同じぐらいのところまで土を入れてあげる。で、お水を与えるときに土ギリギリいっぱい、鉢いっぱいまで土を入れちゃうと、ウォータースペースってお水やりをするスペースがなくなっちゃうので、2センチから3センチぐらいここ余裕を持ってね、隙間を空けといてあげるっていう感じで、どうかな、できましたけども、あっという間に。で、今からね、お水やりたっぷり与えます。最初のお水やりね、結構肝心ですよ、大切ですよ。あ、こんなことやってもいいです。ちょっと土減りますね。はい、菜箸とかお箸、割り箸でもいいんですけども、今みたいにやってあげると隙間があった場合、そこに土が入り込んできますので、はい、そんな感じでやってあげるといいと思います。今ね、培養土に植えましたけど、この培養土がね、乾燥しててなかなか湿らないこともありますので、最初のお水やりはたっぷりとしっかりと与えてあげます。上からかけちゃうとお花とお花ね、花びらの間にお水が入り込んじゃってお花が傷んじゃうから、お水やりはどんなお花でも基本的には株元からたっぷり与えてあげます。特に最初のお水やりはたっぷりね、土がしっかりと水を吸収してくれるようにたっぷり与えます。優しくたっぷりと。さあ、どうでしょう。ほっね、下からしっかりとお水が流れるぐらいたっぷりと与えます。
やば、つぼみにちょっとお水かかっちゃったけど、最初ちょっと葉っぱが汚れてたりするので、まあその辺のこう汚れ、土の汚れを落としてあげろよみたいな感じでね、少しちょっとお花に当たっちゃいましたけど、はい、こんな感じでいいでしょう。はい、で今植え付けましたよね。たっぷりしっかりお水をあげて、はい、土もしっかり湿りました。これでだいたいね3週間ぐらいするとある程度こう土に馴染んできます。根っこも少し伸ばしてくると思います。そのタイミングで与えてあげるのが液体肥料、2週間に1回または10日に1回程度1000倍に薄めた液体肥料を与えてあげます。めんどくさいけどね、めんどくさい場合はいいのがあります。はい、今回僕が使っているのがこのプロリミックっていうね、肥料なんですけども、置き肥って書いてありますね。置き肥とか追肥、後で与える肥料ね、1ヶ月ぐらい経ったタイミングで、もうちょっと育ってきたタイミングで置き肥または追肥をしてあげる。効果が1ヶ月のものだったり2ヶ月のものだったり、この商品に関しては効き目が約2ヶ月って書いてありますので、2ヶ月に1回ぐらいを目安に与えてあげる。はい、与える量は8号鉢で何粒ですよとか書いてありますので、その規定量を守ってあげてね、置き肥やってあげると思います。置き肥と、まあこれね、どちらか一方ではいいと思うんですけども、80点から90点目指すとか、80点から85点を目指すよっていうんだったら併用してあげた方がいいかなと思いますけども、まあ適当でね、適当でいいです。こっちかこっちでいいと思うし、液肥ってほら月に2回とか3回与えるのめんどくさいし、水にこうお水を貯めて薄めて使うのでね、ちょっと面倒かなと思う方は固形肥料だけ与えてあげればいいと思います。はい、そんな感じで日当たりね、太陽が大好きなので、できるだけ太陽ね、日の当たるところで管理してあげて、ぐん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 大きくなってくれますので、春の開花が楽しみ、ものすごいつぼみ上がってきますからね、お花咲いてくれますから。あとはもう日頃のお水やりなんですけども、土の表面が乾いたらたっぷり与えますよ。何日に1回じゃないですよ。はい、見てると、ま、育てていくうちに、あ、これが乾いたんだなっていうのがだん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 分かってくると思います。土の色が変わってますので、見るからに湿ってるよっていう土と土の表面乾いた時の色全然違いますので、大体分かると思いますんでね。はい、そんな感じで何日に1回じゃなくて、土の表面がしっかり乾いたな、ある程度乾いたなっていうのを見極めたタイミングでお水を与えてあげるっていう管理でね、3月、4月いっぱいまでは十分楽しめますし、地域によっては5月ぐらいまで楽しめると思います。はい、暖かい地域だと、ほら、開花も早いけど終わりも早いんですね。寒い地域だと、こう、開花が遅い分だけ長く楽しめる。っていうことで、だいたいお花の地期間、2月から5月とか書いてあったりするんですけども、そんなに2月から5月まで咲くっていうよりは、2月から4月まで咲く地域もあるし、3月から5月ぐらいまで咲く地域もあるよっていうことで、はい、そんな感じで楽しんでいただけると思いますね。まだ花数少ないですけども、めちゃくちゃ花上がってきますからね。この3つ植えたところで20輪ぐらいはね、いい時咲いてくれるんじゃないかな。はい、3月中とか4月の上旬ぐらいがピークになると思いますので、はい、そんな感じでやっていただけたらなと思います。ということで、今日はラナンキュラスラックスとラックスの植え付けやってみました。終わろうと思います。本当にそれではバイバイってこと。にゃんこのコーナー始まったよ。シロちゃんはチュールが食べれないという特性を持っているので、カニカマ、シラスが好きです。自分と同じ色をしてるからシラスが大好きなんだよね、シロはね。でもシラスは高いからあげれません。今シロちゃん寝てたんだけどな、こたつで。こたつの、こたつのこの角で寝るのがね、シロちゃん好きなの。この角でね、角でーすって、私は角でーす。面々見せてください。だいたい猫は、あ、なんかボサボサだな、シロちゃん。シロちゃんってさ、毛がボサボサ気味だよね。毛並みだよね、毛並みね。
ラックスやればいい？リンス。ラックスやろうか、シロちゃん。そしたらさ、ツルッツルになる。珍しいじゃん。ラックスやったらツルッツルになるんじゃないの？ツルッ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 。シロちゃんね、多分運動神経悪いと思う。ありゃ。はい、どうぞ、どうぞ。はい、優しい顔ですね。お顔見せてください。下手でしょ、この感じ。下手なんだな、シロって。これ、見て。下手くそだな。自然界じゃ生きられないね。チロちゃん。おいしい。おいしいですかね。あ、可愛くないですね。うん。あ、シロちゃん。あ、ちょっと可愛い今。寝て。うん、満足満足。はい、落ち着きました。おやつをもらって落ち着いたので、あ、かわいい、ちょっとかわいい、ほら、こうしてにゃんこはこたつへと帰っていきました。おしまい。本当にねねねにゃ、ねね